現在は、博物館となっている、ドゥブガルサル・サクソン村。サクソンは、デンマークのフェロー諸島、ストレーモイ島の北西にある村。自治体は2005年1月1日に、住んだ自治体とが合併した。この村は両側を高い山で挟まれており、ストレーモイ島の北西海岸にある狭いフィヨルドの、端にある。2015年1月1日時点では、サクソン村には10人の住民がいた。 ストレイモイ島の真ん中あたりにあるハバルビッチ村と、ストレイムネーズ村から、サクソン村と、海まで北西にまっすぐに伸びる谷、サクスナールダールの中に村は位置している。村には、家屋と四つの農場がある。この村はかつては肥沃だったサクスンダールの終わりに、両側に高い山がある狭いフィヨルドの谷間の底にある。 しかし1600年代後半に起きた激しい嵐がフィヨルド加工を砂で塞いだため、今日では村の麓のフィヨルド内にラグーンがある。サクスナールダールの谷にはサクソン村の水源があり、ハバルビッチ村とストレイムネーズ村にまで流れる STR 川につながっている。サクソン村は多くのフェロー諸島の村で発生する密集した農場とは異なり、 独立した農場が特徴である。17世紀から保存されていたドゥブガルサルの建物は、現在では、博物館になっている。ドゥブガルサルは、典型的な古い農場の民家で、目的ごとに多くの建物が点在している。1721年頃、農場には次のリビングルームと建物があった。ガラスルーム、二つの煙室、ベッド、リビングルーム、二つのジャラ、 二つのグロートス、二つのナヤ、およびボートハウス。この農場の民家は、中世から1900年代諸島にかけて、フェロー諸島で最も広まった典型的な、フェロー風建築の美しい例である。1858年まで、サクソン村の人々は教会に行きたい時には山を越えて、近くのチャーヌビク村にまで行かなければならなかった。1858年、 チャーヌビク村の教会は取り壊され、サクソン村で再建された。1858年6月20日に発足したサクソン村の新しい教会はシンプルな木製の装飾が施された典型的なフェロー諸島の教会だった。現在残っているサクソン教会は古いチャーヌビク教会の完璧な複製ではない。当時のチャーヌビク教会の外壁は木材ではなく、 石でできており、内壁、指示張り、祭壇の実が、チャーネビク教会と同じ特徴を有している。サクソンという名前は、北部の北王シャ作者ンに由来するものと考えられている。これは、村の港を指しているとされる。サクソンは1400年頃に、書面で最初に研究された。村は、フェロー諸島の入植地の一つであり、おそらくペストによって放棄された。 伝説では薬病をオーバーラベリードと呼び、そしてサクソンのすべての土地の権利を主張した独身の女性を裁くバーティングが開かれた。1853年12月、教区司祭カール・ウィルヘルム・プリッツは、サクソン村の FRSK コングスボンドから、サクソン村に教会を建てたいという依頼を受け、フレデリック7世に要請を送った。国王は、この提案を歓迎すると同時に、 チャーヌビクに新しい教会を建設することを承認した。チャーヌビク村の教会は劣悪な状態だったが、建築部品を解体し、それらと家具をサクソン村に輸送することが決定された。サクソン村の教会は1858年に建てられた。教会は木と草の屋根のシンプルな装飾が施された、典型的なフェロー諸島の教会のように見える。 サクソン村の教会には、チャーネビク教会の鐘、祭壇、その他のオブジェクトが置かれた。教会の外壁は石材だが、内壁のクラッティングと耐荷重構造は木でできており、この教会は古い形式の教会の建物から建築材料としての石材の技術的な移行を示している。教会の塔とメインの入り口は、何年も前に、サスによって海から隔てられていた。 ホラールワンの西にある。サクソン村は、広い砂浜、美しいロケーション、古い博物館の中には、美しい古い教会がある人気の旅行先になっている。村の水源にもなっているサクスナービットンコは、フェロー諸島で、最高のサーモンがいる湖として知られている。湖での釣りは、釣りの許可証がある場合にのみ許可されている。チャーヌビク村への道は、 フェロー諸島で最も美しいと言われている。干潮時には約1時間のハイキングが可能。砂浜のフィーオルドの南側にある専用の石の道をたどって大西洋まで3キロメートルほどある。歩行者は砂浜のフィーオルドの左側にある専用の石の道をたどることで海への長い道のりを運転する許可を求めることができる。保存された16世紀の建物のドゥブガルサルは 今日では博物館になっている。博物館では1820年代のフェロー諸島の農家の日常生活を紹介している。博物館は予約制。ウィキメディアコモンズにはサクソンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。